多分ね、グリッドロックも刺さると思うんだよね、俺。ああ、それは刺さると思う。フラッシュ持ってきてほしい、ライオン。音か消してほしい。さとちゃんさ、あのバス上乗ってさ、あのもう一個の方のバリケンを壊して、佐藤ちゃんが。もう一個の方、俺が突入する方。ああ、オッケーオッケー。フラッシュ1個だけでいいよ、投げるの。2個はね、音かき消し用で使ってほしい。いやー、ワンナイト欲しいな。うお、やるんだ。壊した、壊して、こっちも一個。あれしと、もうどうしようもないよ、こんなの。負ける未来が見えないわ。もう待ってればいいよ、グリッドロックもあるし。はい、ナイス。前さ、即設置最強はノックですって言ったけどさ、グリッドロック最強じゃね。モックあるし、封鎖するし、音するし、最強だわこれ。即設置最強はグリッドロックだったん、タイトル変更だよ、前の動画。それさ、今回は壊せない。あれは ADS、 もう一個置かれた。ナイスナイス。あ、オフェス持っちゃう、オフェス。もう一個あるんだったら、もう一個、あと一個投げてよ。あとなんか投げれない、1個入ってんだけど、一応神神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 神、出ます、出る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 、よしよし、みんな逃げて逃げて、オグラリスはジジサト逃げて、お願い、あのトゲトゲでやりたい、逃げろ逃げろ頼む、打ち合わないでくれ、ハンマーならあり、ハンマーならあり。やったね、貴様、貴様やったね、それは。絶対びっくりして、なんか文字、なんかボマー来たって。下だね、またキッチン。こいつマジで強いよな、プラントの意識が高すぎる女だもん。あ、フラッシュいんの、最悪のオペレーターいんじゃん。うわ、いいの、置いといて、やれるんかい。おあ、やばい、最悪の女じゃん。トラックスティンガーでいじめるしかないやつを。どこ歩いてきた、中からかな、今の。でも中からと思う。あー、5ダメージが痛い、5ダメージが痛い。あと2回食らったら終わるっていう感じだった。いいじゃね、そいつ見とか。 あ、 あ、どうする、15秒10秒前。クラッシュはきついな、もうこの盤面、クラッシュはきついね。プラント取れねえ、おるんだけど、それは。でもクラッシュ来る、クラッシュ来る、クラッシュ解除してる、クラッシュ解除してる。あーあーどんまい、惜しい、いや惜しい、マジで。いやでもプラントは
こいつあれだよね、やっぱポテンシャル高いよね、グリッドロック。だよ、なんか当たんなかったのすげえな、あの木の中弾。一発当たったら終わりだったのにな。一発当たったら終わりだったのに。頑張ったわあれマジで。こいつマジポテンシャルすごいわ。フラント王だよこの女の人。フラント王。多分木で絶対さっきの窓に意識いったんだよ。で玄関のところで設置してるの分かんなかったと思うんだよね。いやこいつはすげえわマジで。こっちリスクあるよ。オッケー。それそれだ。ナイス。さて配信はねニンニン君と僕が今やってます。やばいってお前。やばいってさすがに。空調飛び出してきたぞラペリング。もうやばいことになってる。さてちょっとあっちまで進行してきてほしい。いいね楽しいよ。トゲトゲ大好きなんだよ俺。これ大きい。行け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 。フラッシュ設置いける。レッツゴー設置。こっちは見てる。ゴー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 。ナイス。オーケーナイス。ナイス。ナイス。イギっていいっすか。おい、ナイス。おい、これしたいじゃん。あれ俺今戦ってんの。何何騙したこれ。これさ、マエストロカメラいじってんのかなと思ったんだけどさ。やば。超強くない、グリッドロック。はい、ということで今回はですねグリッドロック使ってきました。でちょっとねいろいろ銃を F90 使ったりあと M249 使ったりで分けてたんで、まあ多分どっちがいいのって質問も来る気がするのでちょっとそれにも答えとこうかなと思うんですけど、個人的には個人的にはですよ M249 の方がいいんじゃないかなと思ってます。この銃ねレートが650ということであんまり、まあ、高くはないんだけど 低すぎず高すぎずみたいな中間くらいのレートになってて、もう一番の目玉がダメージ量48あるんですよ。これねあの昔のシージの検証動画で見た時にあの3発でどこの距離も関係なく3発で落とせる銃になってるんで、あのねアーマー1のキャラとかだったら2発で溶かせたりできるんですよ。なんで個人的にはこの銃でガンガンもう銃声鳴らして、まあ、敵にね威嚇射撃するでもいいし、まあ、プラント後にプラントポジにガーって撃っとくだけでもだいぶね威圧できるんでこっちの方がいいんじゃないかなと思ってます。で弾数が60発入るってことで普通のアサルトライフルの2倍の弾がね装填できるんですけど、これ機関銃なのにリロードめちゃくちゃ早いんですよ。このガチャって抜いて刺すっていうだけなんで個人的にははいこっちがいいかなと思います。はい、ちょっと好み分かれそうですけど、でもう一個の F90 は結構こっちがでも、まあ、使いやすさで言ったらやっぱこっちなんですけど、ダメージが38、レートが740ということでちょっと G36C に雰囲気が似てる銃になってます。ただ基本的にめちゃくちゃリコイル制御もしやすい、かつ、ダメージもそこそこあるということで、まあ、アッシュみたいな足の速さはないですけど基本的には定点して A コップとかつけてずっと見ておくみたいな使い方でもめちゃくちゃ強い銃になってるので、リコイル制御とかが苦手とか、まあ、ちょっと定点してずっと見ておくとかそういう感じだったらこっちの方がいいかもしれないです。なんかねこの機関銃に関しては A コップ見やすいんだけど、だから僕はこっち等倍の方が打ち続けられて結構楽なんじゃないかななんて思ってたりするんですけど、まあそのあたりは好みかなと思います。なんで、はい、こっちはガンガン撃って威嚇射撃とかしたいしダメージで、ね、どんどん敵に体力を減らしたいとかいう人はこっちで安定感求めるなら、まあ、F90 っていう感じですかね。はい、ということで、今日はまあこんな感じでシージのねオペレーター1個に絞って動画撮ってみたんですけど、ちょっと今ね最近よりシージの、はい、なんか面白い動画撮りたいななんて思ったりしてちょっといろいろと試行錯誤中なので、ちょっといろいろとなんか雰囲気違う動画出るかもしれないんですけど、頑張ってちょっと CG 投稿、CG のね動画いろいろと頑張ってたいなと思ってるので、ぜひチャンネル登録と高評価押してくれたら嬉しいです。まあ、基本的に面白系だったり、こういうオペレーター1個のね、まあ、解説系のオペ動画だったりとか、いろいろちょっと今後もやっていこうと思ってるので、はい、ちょっとなんかいろいろとね、生温かい目で見てもらえたらなと。思いますという感じですいませんちょっといろいろと喋りすぎました。ということでまた次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。たくやでした。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価ボタンをポチッと押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。
他にもおすすめ動画、最新動画が載ってると思うので、ぜひチェックしてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。咲夜でした。